どうも、赤虫せーお赤虫マシマシティビー、はい、お願いします。さあ、今回エドモンドさんということで、荒川区、のお店というのはかなり久しぶりですね、藤丸以来です、はい。ということで、こちらはですね、西日暮里駅、舎人ライナーの西日暮里だと、もうすぐのところにあります。0分です。そうなんよ。いや、違う、出てすぐなんだけど、まあね、あの JR の西日暮里も使えるということで、はい、浜松町のね、中華そばいずるさんという店主さんが立ち上げた二郎のお店なんですね、二郎系の。で、エドモンドという名前、ストリートファイター2のエドモンド本田からもう取ってます、なるほど、はい、本当だ。並び方、もう先頭にいます、ね、キャラクターセレクトだ。そうなんですよ、ね、下にはね、白チョコボ、スライムスノー、本当だ、ね、白い スライムなんだね、別に白かったからね、ちょっとね、ということで、メニューは、ラーメンの豚2枚半卵が入ってるものと普通のラーメンと、あとちょっと売り切れがなんか今回多かったんだけど、まあ売ってる時もあるのかな、それでちょっと調査中です、はい、いつもの調査中、はい。で、今回はそのラーメン豚2枚と半卵が入ってる、半卵、こちらを選択しております、はい、大盛りにはしてないぜということで、こちらです。いいボリュームですね、900円の一応トッピングは全増しということなんですが、辛めだけ、一応この奥にね見えるやつで調節する、ことになっております。生卵つけて。そうなんです。で、マシマシがちょっとできないお店なんですけども、油マスト、必須でこのように別皿油になるんで、大事ですね。いろんな食べ方ができるというね。さあ、そしてね、豚2枚って書いてあったんだけど、ちょっとね、指の先4つぐらい見えたんですが、1個1個の豚が巨大すぎて、そう見えたのかもしれませんね。はい。私がこれ生卵を利用するのはこれ激レアなんだ。そうなんだっけ。はい。これは皆、とくと見ようということで、刮目してください。いきますよ。ね、いただきます。さあ、その豚さんからでございます。あ、厚切りですね。ほろ豚なんですね、これがね。あの、とんかつをね、作るときに、こう、上手な人はこう、叩いてね。ハンマーね。そう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 。あの、繊維を一回切るじゃないですか。それやってんじゃないかなぐらいの。柔らかさでした。憶測。憶測ですけども、そうしないとね、筋がこんな残ってないとならないんじゃないかなっていうね。さあ、そしてお野菜ね、クタクタです。ね、タタククではございません。クタクタね、スライム系クタ野菜なんで。スライム系クタ野菜。おっぱいでしか言えないです。スライム系って。なんです。なんとこちらでも登場するんです。自家製麺ナンバーイレブンとかに似てる野菜でしたね。もうメルティーキッスのような口どけ。どこ。楽しんでいただきたいです、これは。まあちょっとここまで来るとね、あのやっぱり、藤丸さんにかなり似てるんじゃないかなというのが、まあ、乳化したスープでしょ、それからほろ豚でしょ、そして蓋野菜なんで、あ、そっか、瀬尾はまだ藤丸に、そうなんですよね、言ってないから、そうなんだって聞きながらそっか、かなり似てまして、で麺がね、通常300の麺増しすると500なんですね、まあ、500って言うと私も簡単には麺増しはできないんで今回は控えてます、はい。幅広な平打ち麺ということで、これもね、まあ、ちょっとツルツル加減は藤丸とは、あの若干違うんだけども似てますよ、はい。このデロ加減、もっふもふなんで、もっふ、あ、もっふもふ口に含んだ時、これが美味しいですよね。それがちょっと苦手な方は片目申告すれば、ごわごわ麺になります、はい。さあ、どんどん行く開始のレベルは 4.1 ということでね、スープがね、ちょっと甘めなんで、ね、はいはい、はい、まあ、いい意味で裏切りがある、ちょっとしょっぱさ、しょっぱさ強い感じで、そう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 、ちょっと甘めのある開始なのかなと思ったら違いました、へい。さあ、そしてね、あのダイレクトに麺にかけていくというね、塩気を足すという意味ではこれ出ましたよ、エドモンド本田の塩巻きじゃないですか、あれ塩巻きだっけ、塩最初にゴトンですってやるから、ね、俺2までしか分かんないから、あ、そうですか、あのね、油生卵なんてのに今回してますね、はい、かき混ぜていきますね、ダイレクト油生卵、あんまりないな、あんまりないでしょ、あんまりないよ、ね、その結果ね、いまいちでした、まあ、そうよ、そういうもんだからすいません、その単体で食うもんじゃないから、そうでした、はい、ちゃんとね、返しを入れて胡椒で調節をした結果、美味しくなりました、すごく、はい、
やばいうまいです。これは真似してほしい、まろやかさのコク、油のコク、デロ麺のコクさ、返しの切なさ、いやー一通一通だな寄せてるねこの人、気づかないよこれ、普通の実写の主題歌なんだからあの映画版のね、映画版の。ちなみに店内ですね、クロノトリガーとか FF6 のメドレー流れてるんです ね、いいね。1995年に戻れるあの頃に、ね、10代の方はちょっと何のこっちゃというか、本当だよ、すみませんね、おっさんチャンネルだからニンニクバジャー忘れちゃったんで、おっとっときますか、おっとっとっと、張り手をかますバランスニンニクということでございますね。はい、というわけでおっさんかと思いきや、半玉が、そうだ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 よ、シミのゆで卵、美味しかった。そして伝説やってる、ね、ゲーム好きやんだってやっぱあのゲーム移動系のコラボといえばね、あのうちのチャンネルというそうね、はい、エドモンドさんとちょっと似た趣旨がございましたね。そうなんだなさあエドモンド、はい、レベル、マシマシレベルはなんとマシマシでないのに 90.5 という、多かったですよ結構。さすが大関、あ、大関なのかな、あのエドモンド、エドモンド本田、大関なの、大関なのか、あいつ、そっか、品格ないんでエドモンド本田は荒くれ者なんで、相撲なのに尻餅ついた技出すからねドスコイとか言いながらね。だからまあエドモンドさんね、はい、だからそのやっぱりストリートファイターということで、うん、なんで竜でもなく剣でもなくエドモンド本田なんだろうと思ったら、うん、世界最強の竜使いのストリートファイタープレイヤー、梅原さん、梅原、彼がね一回竜を諦めたんですよ、うん、なんか調整が入って弱くなっちゃったんですよ、うん、何を使い始めたかって、うん、エドモンド本田なんですよ。あ、そうなの、その辺まで研究してんじゃないかなみたいな。え、梅原がエドモンド使うならちょっとうちの名前もエドモンドにしようとか。梅原がめっちゃ好きってことかもしれないよ、かもしれないかもしれないよ、もしかしたらわかんないけどね、もしかしたらね、もしかしたらあと前臨時休業したことがあったんですけど、はい、その時にね、なんかちょっと親戚の方がちょっといろいろあって、今日休業みたいなんだけど、なんか噂によるとその日、ストリートファイター5の追加キャラダウンロードの日だったらしく、ちょっとそれ目当てだったんだ。いやいや噂でしょ、噂そんなバイトを休む感じじゃないんだから今違うと思いますけど、バイト休む言い訳じゃんそれはしかも追加キャラクターのダンだから、ダンダンかよ、挑発伝説でおなじみのね、絶対違うだろ、違うか、まあ、出会ってほしいけども、ということでね、はい、ゲーム好きで二郎系好きの人、めちゃくちゃこのお店美味しく楽しいんで、ああなるほどね、はい、一回だけちょっと遊びに行ってください、はい、本当に、美味しかったです、ごちそうさまです。Thank you.